ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。トリュフアランチーニ&バッカリアウクロケット 100g あたり235円で2547円です。デリカコーナーの新商品です。2種類が4個ずつですね。加工日は昨日、消費期限は明日です。バカリアクロケットはポルトガル料理のタラの塩漬け干物とポテトのコロッケです。トリュフアランチーニはイタリア料理のトリュフが香るライスコロッケです。下にチーズ入りホワイトソースが敷いてあり、粉チーズもかかっています。パッケージ通りアルミトレイのまま180度に予熱したオーブンで30分焼きました。焼けたチーズの香りが食欲をそそります。どちらも塩味は濃いめですが美味しいです。バカリアクロケットはタラの風味が強すぎて家族には不評でした。ということでリピはしないと思いますが、トリュフアランチーニだけならまた買いたいです。レモン紅茶カップケーキ6個入り1498円です。ケーキコーナーの新商品です。1個あたりは 249.6 円。消費期限はしあさってです。直径は9センチくらい、重さは 165g、1個あたりは 675.5kcal です。半分こして食べました。レモン系商品の紹介が続いてますけれども、最近のコストコはレモン推しなんですかね。ケーキは固めのパウンドケーキって感じで、これだけだともさっとしますが、クレームシャンティーとレモンジャムで口当たりのバランスは取れています。香り豊かなアールグレイを使っているのとレモンの爽やかな味わいが合わさって食べるレモンティーですね。とても美味しいです。 473ml のジップロックスクリューにシンデレラフィットです。クゼ福プレミアムカステラ10切れ1880円です。メルマガに掲載されていた新商品です。井村屋のカステラと迷いましたがプレミアムに惹かれてこちらにしました。ちなみに井村屋は1158円、井村屋の抹茶は1258円です。製造は長崎県、賞味期限は4月4日です。約1ヶ月半です。長辺は26センチ、短辺は95ミリ、高さは55ミリです。1切れは60グラム、181.2キロカロリーです。ふんわり柔らかでしっとり。お砂糖のジャリッと感も少しあります。お味はカステラですからね、甘めです。プレミアム感ある味わいで美味しいです。お手土産にもおすすめです。開封したら冷蔵庫保存でお早めにとのことです。利軒インドカレー屋さんの謎ドレッシング1リットル978円です。人参、ケチャップ、赤ピーマン、パプリカ色素でオレンジ色のドレッシングですね。玉ねぎと糖類である程度のお味は想像できますけれども、香辛料がどんな感じか気になりますね。製造は埼玉県、賞味期限は9月11日です。約7ヶ月です。どろりとしたドレッシングです。甘みは強め、香辛料自体は予想していたほど主張してなくてマイルドです。子供でも大丈夫な味わいです。サラダ以外にも炒め物にも使えます。ホームページに書いてあったレシピのナポリタンを作ってみましたが、確かにねナポリタンにはなったんですけれども、甘めのナポリタンなので我が家では不評でした。私はタバスコをかけました。ラ・ブーランジェリースモークドハム&チーズクロワッサン 90g が8個2398円です。メルマガ掲載の新商品です。1個あたりは 299.75 円。原産国はアメリカ。冷凍で賞味期限は来年の1月です。約11ヶ月です。個包装になってますけれども、クロワッサンが崩れないように箱のまま冷凍室に入れた方がいいかなと思います。箱の大きさは27センチ、23.5 センチ、98ミリです。1個あたりは340キロカロリーです。プロテインは12グラム。中のチーズとハムは一見少ないように思いましたが、味わいはしっかり主張しています。自然解凍で食べられますが、温めた方が美味しいです。トースターでサクッとさせてもいいんですけれども、私はレンチンでしっとり熱々の方が好みです。とても美味しくて気に入ったんですけれども、ブルーベリーチーズケーキクロワッサン同様に1個あたりの価格が贅沢すぎるので、積極的にリピはしづらいです。スターバックス折り紙スプリングブレンド20カップ入り2398円です。1杯あたりは 119.9 円。製造は兵庫県。豆はガテマラ、エチオピア。賞味期限は10月12日です。約8ヶ月です。折り紙は開封した時の香りが強めでそそりますし、ドリッパーはとても使いやすいので好きです。上部を開き、サイドを押してカップにのせます。ワンツーポンって感じでカップにセットが簡単です。他のドリップと同様にトントンして粉をならしてからお湯を注ぎます。少し入れて20秒蒸らしてお湯を注ぎます。抽出が止まったらドリップを外します。去年と同じかもと思ってたんですけれども、少し酸味がかってるかな。フローラルというかフルーティーというか春らしさを感じます。ブラックでも飲みやすいですし、香りとコクはしっかりあるのでミルクを入れても美味しいです。スターバックススプリングブレンド豆です。 1.13kg3088 円です。原産国はアメリカですが、豆はタンザニア、コロンビアです。賞味期限は6月28日です。約4ヶ月です。サラサラした豆で、ひいてもサラサラしています。軽めの味わいが予想されたので、ちょっと濃いめに入れてみました。この後メリタの全自動でも入れてみましたが、やっぱり軽いです。スタバらしくない軽い味わいですが、これはこれで悪くはないです。折り紙と飲み比べてみても酸味は強めです。コクや苦味、バランスの味わいだけで選ぶなら、私は折り紙春ブレンドに軍配です。2週間以内に飲めない分はフードセーバーで 200g ずつ真空パックして冷凍しています。解凍方法はゆっくりと冷凍庫から冷蔵庫に移し、そして常温に戻してから開封します。ディレッタントミルクチョコがけレーニアチェリー 624g2098 円です。原産国はアメリカ。賞味期限は来年の2月です。約1年です。大きさはバラバラです。100g あたり 455kcal です。1粒は 23kcal くらいですね。甘酸っぱいドライチェリーとミルクチョコのバランスが良くて、とても美味しいです。キャラメルのような食感なので、噛むと歯に詰まってイラッとしますが、そんなイライラさえも沈めてくれる味わいです。ウイスキーにも合います。今週のお酒はサントリーノンアルでワインの休日の赤と白です。検証当選品なのでコストコとは関係ありません。メニューはオーガニッククリスプブレッドとクリームチーズ、トリュフアランチーニ&バカリャオクロケット、サーモンマリネ、ミルクチョコがけレーニアチェリー、インドカレー屋さんの謎ドレッシングがけの豆サラダです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。